い、どうも、だらげです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、バットコイン、OMG、リンクの方やってまいります。今日はですね、リップルが、少しだけ上げてきていて、で、あとはもう、続落ですね。ほとんどの通貨が続落という形になっております。はい。で、記事を見る前に、明日ですね、9月22日は FOMC の発表になります。そこへ向けてのね、懸念材料だったり、どういった動きをする可能性があるのか、そしてその動きによってどういう対策、戦略をすればいいのかというところも含めて、解説していきたいと思いますので、最後までご覧ください。はい。で、記事はですね、あんまりなかったんですけども、まあ、ちょっと唯一これね、ソフトバンクなど、Web3 企業などに投資する、430億円ファンドに出資という話です。2023年まで調達するということですね。はい。で、まあ、このソフトバンクに関しては、まあ、以前からね、その仮想通貨関係ですね、ブロックチェーン関係、そして、NFT 関係、そしてメタバース関係と、いろんなね、子会社に投資をしていることで、ちょいちょいね、記事にはなっておりましたけども、まあ、あくまでそこをまだ貫いていくと、もちろん、今後ね、伸びていく可能性がある、まあ、システムだったりサービスですので、まあ、そこにソフトバンクは、日本のトップ企業として、注目をしているよという記事になっております。はい。まあ、これはね、今後に向けて考えたら、やはりポジティブな内容になっておりますので、まあ、今後もね、また新たな、まあ、ソフトバンク自体が何かの事業を起こすとかね、そういった可能性も今後見据えていく。まあ、いけるのではないかというふうに思っております。はい。で、総分析、4時間足のビットコインからやっていきたいと思うんですけども、ビットコインはこの最高値からできている、この下降ラインですね。ここをしっかり見ておくと、まずはね。この一本ラインが、まあ、一番ね、今見るべきとこですね。で、ここはですね、まあ、なかなか抜けきれないと、上に。なかなかここを上抜けることは難しくなっているよねという形のチャートになっております。で、ここ直近を見てみると、やはり、最安値をつけた240万円付近から一旦上昇したんですけども、337万円のこのラインですね、が上値を重くして、1回、2回、3回と、大きくね、売り叩かれたという経緯がありますので、やはりこのポイントっていうのは、まあ、ものすごく、上値を重くしているということがわかるということです。そして、ここですね。一旦のここのね、上昇あったんですけども、一気に売り叩かれて、まあもう全戻し以上ですね。一回してるんですね。全戻し以上下げてきたと。で、さらに言えばこの辺ですね。この辺で、CPO の発表があって続落したと。一旦ちょっと反発気味だったんですけど、CPO の発表で、またさらに下落してきたという形です。で、今またちょっとだけね、反発してるんですけども、またね、上値を重くして、またこう下を目指してますので、まあ、ここはもう FOMC のリスクオフムードですね。CPI の発表がどちらかというと、悪い、状況で終わったということで下落したので、この CPO の結果というのは FOMC に関連しております。はい。CPO の結果が悪いと、FOMC の金利ですね、インフラ整備を今すると言ってね、金利を上げて安定させようとしておりますけども、それがまだ全然効いていないよということで、さらに金利を上げる可能性があるということで、金利を上げるとどうなるのかっていうと、企業家たちがね、お金をあんまり借りれなくなるわけですね。資金調達が難しくなるということで、まあそうなっちゃうと、まあ、その、世界的にね、アメリカが悪くなると世界的にも景気がダウンする可能性があるというね、そういう懸念から、落ちてくるというふうになっております。ですので、まあ一旦はですね、この263万円のこのサポートライン、ここを下抜けるかっていうところですね、明日の、FOMC の発表で下抜けるかっていうところを見とけばいいと思います。ここでね、またね、反発するとしても、この上昇トレンドのこの裏タッチですね。ここ、そしてさらに上の、ここですね。
この338万円の、まあ、1回2回3回と上値を重くしたライン、まあ、こういうところが、まあ、バチバチにね結構きつく、まあ、売りの相場としてね、あると思いますので、まあ結構ね、こっから伸びていくと上昇トレンドに転換して、まあ年末にかけてボンボンボン上がっていくみたいなね、そういったチャートにはちょっとなりづらいかなと。まあどちらかというと下を目指しやすいかなというふうに思っております。で、一昨日出した、バブル期におけるね、過去のデータをもとに、僕がね、相場分析やってるんですけども、まあそこのね、動画見てもらいたいんですけども、だいたいバブルが終わってから 85% ぐらいの下落が合ってるわけですね。はい。で、今現在だと 69% とか 70% 何パーとかですね、それぐらいの下落なんですよ、今のところ。ってなると、まあ、約ですけども、あと 14、15% ぐらいね、落ちてくる可能性っていうのがあるわけですね、ここから。ですので、まあ、この 14、15% 下げてくるということを見込んでですね、そこで買いを入れていくというふうな判断が、まあ、僕はね、今いいのかなというふうに思っております。はい。で、4時間足ではなくて、このね、日足レベルで、まあ、一旦ね、この、売られすぎ、RSI が売られすぎまで到達する。そして、週足でもそこまで到達するというね、そういう、まあ、チャートの動きっていうのは、まあ、一旦ね、見据えといた方がいいのかなというふうに思いますので、まあ、とにかく今買う、買わないはもうわかりますよね。買わない方がいいですよね。そして FOMC があって、まあ、もちろんね、上昇する可能性もあるんですが、まあ、下落する可能性の方が高いという見込みなんで、下げてくるのであればどこまで下げてくるのか、それによって判断が分かれるというふうに思っておいてください。はい。だから結果から言うと、今はもう見とく、とにかく観察に観察を重ねて、ただ見るだけではなくて、サポートのラインっていうところをしっかり見とく。263万円と242万円ぐらいですかね、この2本ラインでどこで買い支えられるのか、もしくはそこを下回ってくるのであれば、一旦ちょっと大きくね、落としやすいという相場になると思いますので、まあ、その辺をしっかり見て、落ちてきたらですね、大体、僕の、まあ、前回の動画を見てもらったらわかると思うんですけども、どれぐらいでサポートされる可能性があるのか、まあ、85% の下落って先ほど言いましたけども、それがどれぐらいの値になるのかというところで、反発の、まあ、状況を見ながらね、現物を入れていくという形でいいのかなというふうに思います。はい。続きまして、リップルですね。はい。リップルはですね、訴訟の問題が、まあ、結構、明確にスケジュールが出てきて、そこからですね、やっぱりリップル社の方が優勢じゃないかという見方があります。ですので、そこでの上昇が今起きているという状態です。はい。で、ズバリですね、リップルどうなるのか。もちろんですね、勝利したという話が出てくれば、まあ、一旦ね、上げてくる可能性あるんですけども、まあ、ただですね、一時的なものだというふうに思います。まずはですね、この三角持ち合い、この下降ラインとこの上昇トレンドで結ばれるこの三角持ち合いがあるんですけども、この三角持ち合いはですね、まあ、こうやってね、トップ、この215円ぐらいですかね、をつけてからずっとね、ビタビタに効いてるわけですよ。まあ、ここで一回、最高値を更新。そして、ここでしっかり、レジスタンスされる。で、さらに降りてくると、ここでもレジスタンスされて、上値を重くした。で、今回、ここでね、またね、ぴったしここまで来たわけですね。はい。はい。ぴったしここまで上げて、まあ、ちょうどね、ここのラインにぶつかったタイミングで、今ね、調整されているという形です。はい。まあ、これはまあもう、ここでショートが入ると。まあ、僕、ツイッターにも書きました。ここにね、まだぶつかった時ぐらいかな。に、まあ、ここを抜けたらね、一気に大きく上げると思うんだけども、抜けきれなかったら、テクニカル的には今、ショートの場面だよね、という、ツイートを出したんですけども、まあ、まさにその通りにですね、こうやって落ちてきたという形になっております。で、まあ、今後の展開なんですけども、もちろん勝利したらここもね、上抜ける可能性はあります。あるんですけど、
やっぱり地合いが悪いんですよね。相場自体の、その仮想通貨全体で見た時の地合いが悪いので、今リップルにですね、単独上げするようなちょっと強さはないのかなというふうに思っております。はい。だから一時的にポンと上げるんですけども、すぐに売られて上髭を大きくつけてまた下がってくると、いう形が、まあ、妥当かなというふうに僕はね、見ております。はい。で、まあ、これがですね、まあ、例えば、イーサリアムとかビットコインが最高値付近まで上昇している状態で、ってなると、リップルもですね、その最高値までは言わんでもですね、直近の最高値、先ほど言った215円ぐらいですかね、そこ付近まで上げるつもりで、ちょっと一旦ね、上を試していくと、ちょっと買いが集まっていくという可能性はあるんですが、まあ、今相場的にどちらかというと落ち目ですし、FOMC の発表とかもありますので、まあ、一旦ちょっとね、結構大きく下げる可能性あるかなと思います。一旦は。はい。まあ、なぜかというと、まあ、訴訟の、まあ、結果よりも FOMC の発表の方が先にもちろん来ますし、そこで全体がこう下がるモードになったらですね、いくらか下げてくるというふうに僕はね、見ております。はい。で、まあもちろんこの下降ラインのこの上値を重くして落ちてきたというところで、まあこのラインっていうのが、この下降ラインっていうのがビタビタに効いてるよねという目線にもね、心理的にはなりますし、うん。まあだから、まあ買い場のチャンスですね。買い場のチャンスはどこかと、まあいうところなんですけども、FOMC で下げてきたら、その下げて下げ止まったところ、まあそこがね、一旦、まあ中長期的には、買い場になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただし 85% の下落を目指してくるような動きもありますので、まあ、しっかりしたあのサポートラインで買い支えられて、下げ止まったところっていうところをしっかり見といた方がいいかなというふうに思います。はい。まあリップルはそんな感じですね。はい。で、まあ、この先端三角持ち合いの、先端部分っていうのが、まあ、大体10月の20日ぐらいなんで、それまでにはどちらかに動いてくるかなというふうに思います。はい。じゃあ続きましてイーサリアムですね。はい。イーサリアムは、あのアップデートのザ・マージで、期待上げをしていたんですけども、まあ、マージが実装されてからもうどちらかというともう事実売りみたいな感じでどんどん落ちてきております。はい。で、まあ、悪い材料としては、まず、ここのね、最高値から、切り下げたんですね。切り下げたっていうのが一つ。そして、これがダブルトップのこの形になっていて、ネックラインっていうのが、19万6千円付近なんですけども、この19万6千円を、ここね、下回っているっていうところが、まあ、懸念材料ですよね。はい。ここを下回って、で一旦反発するんですけども、このネックラインを上値を重くしてまたこうやって落ちてきているという形ですね。ですので、まあどちらかというと、まあ悪いね、指標で動いているというふうに思います。はい。まあただ短期的に見たらですね、まあこれ見てわかる通り、こうダブルボトムですね、こういう形になっておりますので、短期的にこの19万9千円をまたね、ここを上抜けるような展開があると、まあ、少しだけね、ちょっと反発するような場面は見せてくる可能性はあるというふうに思います。はい。ですけども、まあ、85% ぐらいね、下落するって先ほど言いましたけども、イーサリアムがそれぐらいまで落ちてきたら、8万円台ぐらいまでね、落ちてくることになるんですね。まあ、今からで言うと10万円幅ぐらいで落ちる可能性はね、まあ、全然仮想通貨っていうのはあり得ますので、はい。株と一緒みたいな感覚でいるとね、痛い目見ますと。まあ、逆に言えば、めちゃめちゃ買いのチャンスでもあるというふうに思います。はい。で、まあ、前回の動画のおさらいなんですけども、まあ、85% ぐらいだいたい落ちてきたら、だいたいイーサリアムの価格が8万9000円とか、まあそれぐらいなんですね。ただその辺のサポートラインってあんまないんですよ。で、もうちょっと下まで行って6万9000円、まあ約7万円ぐらいのところ。そこが結構強いサポート帯がありますので、まあ一応ね、85% は、まあ、8万9000円とか7000円ぐらいだと思うんですが、7万円ぐらいまでは一応下を見といた方がいいのかなと思います。はい。まあ、7万円台で、反発したタイミングで、買えたら、まあ、めちゃめちゃ美味しい買い物だったというふうに見といていいと思います。あとは、
高値の見物で、まあ、ゆったりと、ま、上がってくるのを待っとくという形でいいのかなというふうに思います。はい。で、僕もですね、まあ、僕も今持ってる玉と、いくらかね、売りたたいた玉、そして、まあ、これはね、まあ、投資としてではなくて、サービスを利用する上で使う玉と、まあ、いろいろ使い分けてね、持ってるんですけども、まあ、さすがにですね、8万円台とか7万円台ぐらいまで落ちてきたら、ちょっと全力でね、買っていきたいかなと思います。まあ、リスクをかけるっていうのは、まあ、そういう場面ですよね。はい。しっかりした指標に乗っかっていて、なおかつ、しっかり落ちるところまで落ちたところ、まあ、そこをしっかり見極めれる、相場ですので、そこで買っていきたいなと思います。まあ、同じくね、僕と同じような戦略で買っていきたい方はですね、まあ、長期で見たら、まあ、ほぼほぼ、利益を上げれると思うんですけども、中期的に見ても一旦反発すると思いますので、まあ、まあまあなね、勝率で、勝てるんじゃないかなというふうに思っております。はい。じゃあ続きまして、バットコインですね。はい。バットコインは、まあ今、価格としては、41.5 円のところまで一旦下げて、で、今またちょっとだけね、反発してるんですが、まあでも、陰線の方がでかいと。下髭の方が少ないという形になっております。で、まぁ、ちょっと反発してるのはね、まぁ、この4時間足レベルで売られすぎラインのね、ここにちょっとタッチしたと、まあ、いうタイミングですので、まぁ、少しだけね、反発の感じも出てきてるのかなという感じです。はい。まぁ、ただし、まぁ、これに関しても、まぁ、39.8 円の、まぁ、このサポートラインですね。あ、ちょっとおかしい。このサポートラインですね。ここを目指してくるというふうに思います。で、さらに言うと、この 34.8 円ですね。ここで作った最安値。ここまで落ちてきて、さらにここを下回るみたいな展開は、明日の FOMC の発表によってはですね、全然あり得るな、というふうに思いますので、まあ、もちろんのごとく、今はね、手をつける必要はないのかな、というふうに思います。まあ、どこまで落ちるのかっていうのは、まあ先ほど言った通りですね、サポートのラインですねっていうところを見たいところなんですけども、このバットコインに関してはあんまり歴史もないんですね、過去の歴史もあんまりいっぱいあるわけじゃないので、もう落ちてる時はですね、もう触らないっていうのがマシかなと思います。はい。で、それがしっかりと上昇トレンドに転換したという指標が出たら、まあ、そこで僕もね、また動画出したいと思うんですけども、そういうところで拾っていく方がいいと思います。結構、攻めない。まあ、あるところに、特にサブ的なね、あるところには攻めない戦略がいいと思います。はい。安牌を取って、まあ、利益の幅は少なくなるんですけども、安牌で取っていった方がいいのかなというふうに思いますので、バットコインについては、まあ、今のところは買わない方がいいということです。はい。で、上がってきたにしてもですね、48円、そして56.9 円、そして63円。まあ、このラインっていうのが上値を重くしてくるというふうに思いますので、まあ、上がってきたとしても上の壁は厚いよねというふうに思っておいてください。はい、じゃあ続きまして、OMG ですね。はい。OMG の最安値が、216円に対して、最高値を作ったのが直近で339円なんですね。はい。で、一応こういうね、下降ラインがあるんですけども、この下降ライン、下降ラインをここね、上抜けることができずに、まあ、たらたらこうやって下がってきたという経緯になります。はい。で、ここから作ったね、235円から作ったこの上昇波に対しても全戻し。はい。全戻しですね。ここね。で、一旦サポートされたんですけども、ここの反発も全戻し。っていうことで、まあ非常にね、弱いと。うん。上値も重いと。いうような形です。はい。で、まあこれ見てもらったらわかる通り、まあ今のところはね、ギリ、このダブルボトムの線も、まああるんですけども、まあ今市場の動きとか FOMC 前とかですね、いろんなことを加味して考えると、なかなかこのダブルトップが成立する、ダブルボトムか、が成立する可能性っていうのは、まあちょっと低いかなって僕はね、思っております。もちろんいい結果だったり、無難な結果だったらね、ピュンと抜いてくる可能性あるんですけども、
まあ、今はどちらかというと警戒感を持っておいた方がいいというふうに僕は判断します。はい、ですのでこれに関してもバットコイン同様ですね、サブ的なアルトコインは手をつけずに、結構しっかりした指標が出るまでじっくり待つという形でいいと思います。待つのも投資ですので、なんかね、常に投資なんかこうトレードしとかないとなんか不安になるっていう人いるんですけども、それは間違いですね。まあ、ずっと長期トレードだけで利益を上げるっていうのはちょっとね、コスパが悪いので、まあ、短期中期でいくらかね、コスパよく利益を上げるっていうのも、まあ、確かに大事なことなんですけども、まあ常にトレードしとかなくちゃいけないとか常に何かいいものを探さなあかんっていうわけではなくて、それよりもしっかりした指標を狙っていく方が、まあ、僕はね利益を上げやすいのかなと思います。慌ててもね何の意味もないので、はいはい。ということでリンクですね。リンクが結構ねまあまあな下落が来てるんですね。でリンクは僕前々から言ってる通りこの3本ラインですね、719円と1012円と1290円のこの3本ラインで、まあ、今の相場は構成されている。そしてもう1本ここにこうやってね上昇トレンドがありますので、ここも一応ね効いてるよということを言っておりました。でチャート的な動きなんですけども、まあリンクもねまあイーサリアム同様ちょっとあんまり良くなくて、こういうふうに切り下げてるわけですね。まずトップをこことここのトップが切り下げに終わっちゃったということですね。まずで、こういうダブルトップが描かれて、このダブルトップのネックラインで一旦はこうやってね反発したんですけども、こうやってねしっかり下抜けちゃったわけですね今度、ってなるとこれダブルトップがこれねバチクソにもう成立というふうに判断していいと思います。はい、そうなってくると一旦ね1段2段階と下げてくる可能性が高くなってくるというふうに思っております。はい、で今下げ止まっているところはあんまりね効いてないラインですので、まだ下げてくると思っていて、まあ一旦はですね940円ぐらいのラインですね、ここ、まあ、この辺がサポートのラインになってくると思います。でさらに落ちてくるとなるとこの上昇トレンドですねの下限タッチ、はい、この辺が見えてくるというふうに思っておいてください。でこの上昇トレンドも割るとちょっときついなということで、857円ラインそして、782円ライン、まあ、こういうサポートラインを得て最終的には716円というふうに、まあ、一応サポートのラインはあるんですけども、まあ、ちょっとこのねチャートの形としてダブルトップからの下落ですし、まあ、なんかここからも切り下げてるわけですね、ここのトップよりも、ってなると、まあ、結構下目線で下降ラインが今ね、描かれていっているよなというのが分かるというふうに思います。はい、まあ、結果から言いますと、まあ、今手をつける必要はないと。そしてバットコインや OMG 同様、まあ、しっかりした指標が出てから戦略してを組んでいくと。で安牌な取引をすると、ここが重要かなというふうに思います。はい、リスクをかけるときは先ほども言ったイーサリアムとかビットコインが 85% 下落ですね、それぐらいまでいったところっていうのは、その辺のサポートラインをちゃんと見極めて買っていくというね、まあ、そこはリスクをかけてでも、まあ、利益を追求していく場面かなと思うんですが、まあ、今のこの場面でリンクとかをね買っていくというのはちょっとナンセンスかなというふうに思っておりますので、まあ、皆さんも参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、まあ、FOMC はおそらく、まあ、無難もしくは、悪い指標で割るのかなというふうに思います。今のところね予想されているのはそういう形です。 FOMC で結構好材料になったよねっていうような、予想されている人はいませんし、 CPI の結果から見てもそうなるのはちょっと可能性としては低いかなと思いますので、結構リスクをね、持った状態で、構えておいた方がいいのかなというふうに思っておりますので、まあ、しっかり見といてください。で明日の動きがあったらですね、明日の動画を出してもですね、まだ FOMC 前ですので、
あさってですね、あさっての動画でその結果に基づくね、戦略とか、そういったところもね、話していきたいというふうに思いますので、まあ、ぜひチャンネル登録といいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。はい。で、僕が使っている取引所はビットバンクとコインチェックになりますので、同じのを使いたいなというふうに思う方はですね、概要欄の方に載せておきます。はい。で、今日も最後にね、ルーレットをして終わりたいと思います。大暴落来るって言ったんですけども、まあ大暴落まではいかなかったけども、下がってきているよねっていう形で終わっております。さあ、明日どうなるのか、FOMC もありますので、ドン。おお、明日上がるそうですよ。はい、どちらかというと上がってくると、いう形で言われております。まあ FOMC でね、上がる場面はあるかもしれないですけども、上がってもすぐポーンと売り叩かれるとかね、まあ結構あのボラティリティが高くなる可能性ありますし、乱高下してね、すごい動きを見せるんじゃないかなというふうに僕はね思っておりますので、まあ穴がちね、上がりはするけども、どちらかというと下がるっていうのが僕の見解です。はい。ということでね、今日はね、この辺で終わりたいと思いますけども、何やったかな、なんかこれ一個ね、話さなくちゃいけないなと思ってたことがあったんですけども、忘れました。あ、そうそうそう、明日、あと4日後か。はい。朝倉みくるとね、名別は、変が、あれ、戦がありますので、そこの戦いね、僕ね、楽しみにしてるんですけども、まあ、ぜひですね、どちらが勝つかね、まあ、見る方がいたら、もし、予想をね、していただければと思います。まあ、90% ぐらいは、朝倉未来が負けるというね、感じになってると思うんですけども、勝つか負けるかではなくて、かなり効くようなパンチをメイウェザーに当てれるのか当てれないのか、ここの予想がね、僕もね、結構聞いてみたいなというふうに思っております。はい。まあ、ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。マスオツ空手歴22年。爆上げで森が食ってきず、暴落しても損切らない。気づいた時にはもう乗り遅れてる。無駄に取引して数量だけマイナスなやつ。メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。おつ。